前半と同じくね、この付近でボールをねうまく回しながら展開もしてきますし、はい、マイナスのボール、山下シュート、先制点はレノファ山口。後半立ち上がり早々にまずこの佐藤健太郎からのサイドのこのパスですよね。一瞬このパスが良かったですよね。前向きにうまくもらえて、この後の山下のファーストタッチからゴール見てましたね。まあ、ちょっと跳ねてしまいましたけど、それは逆にね良かったんじゃないですかね。まあ、これは川田はどうしようもないですよね。キーパーが動けませんでした。この三幸がねニアに入って潰れてるんですよね。そのおかげであのマイナスがちょっと空いてたので。